まあ去年との比較でね、で、まあ一番スターですから抜けて、だから、まあ、今の時点でね、新外国人の、ケラっていうのが、まあ後ろをね、スアレスの代わりにやるみたいだけど、未知数でね、これはまあスアレスまでのね、そういう活躍はそこまでできないと思うよね。いくらよくてもスアレスはもう去年完璧やったんで、一回だけかな、なんかねちょっと失敗みたいなのあったけどね、で9回打ち切りのもあるし、ね、同点でも9回スアレスつぎ込めるようになったけど、まあ今年はの場合はこうつぎ込めないのがある。でもう一つはそこまでのね、やっぱり先発はある程度ね、ある程度やれると思うけど、やっぱブルペン陣でね、まあ岩崎の後にね、このやっぱ名前が出てこないっていうかね、本当にそのなんていうかね、若い選手が大化けするっていうかね、今まで経験のない部分のものすごいあるんで、まあ、そこを差し引くと、ね、やっぱり去年よりはちょっとね、まあ5割、ね、去年貯金ね作ったけど、ね、そのぐらい5割いくかどうかっていうのがあるんでね、でまあ他のチームとのね比較すると、まあね A クラスに入れるかね、そこでうまくいかなかったら要因もあるんじゃないかなっていうね、そういう感じですね。いや反射不利だね、その中継ぎの不安とかそういうところが一番、だから結局9回打ち切りだからね、早く突き込めたから去年阪神引き上げ少なかったわけじゃないですか、でもそこでね突き込めなかった部分、やっぱりそのまま12、ね、延長いく可能性あるんだよね、だからなんていうか、まあ引き分けいうのは勝ち試合をね引き分けにするのかね、負け試合を引き分けで終わるのかっていうのがね、まあ、そこの上下がだいぶ違うんだけど、まあ、そういう意味ではやっぱりちょっと使えない部分がね、部分があると思うんだけど、12回になるとね、その使えない部分がやっぱりちょっとね、今の、ブルペン陣見るとちょっと不安だなっていうのがね、だから打ち勝つ、今のチーム見てもそんなに打ち勝てないと思うね。だから去年そんなメンバー変わってないでしょ。そうですね、だからサンズが抜けてね、そこを、まあ、まあ後半はでだロハスジュニアか、ね、結構出てたけど、まあ俺去年の最初のね快進撃っていうかね、いいスタート切れたんはサンズと思うのね。サンズの5番がやっぱり機能してね、それでね開幕から、ね、3連勝して、あれはサンズのおかげよね、それが今年ねサンズいない分やっぱりちょっとこうね、プラスにはあんまりね、プラスになるのはまあ後半悪かった佐藤ぐらいかな、去年よりも、まあ、今年はねもうやりそうだっていうのは佐藤にはね、そういう面がキャンプ見ててもね、オープン戦もあると思うんだけど、あとあんまりその後ろがないのかなというのがあるね、やっぱりね。だから攻撃力はそんなにねやっぱり点は取れないかもしれないね、やっぱりね。もうずっとまあね去年のね後半の失速というか反省を踏まえてキャンプからね、やっぱりいろんなことをね、やってると思うんだけど、まあでもそれがオープン戦とか見てもね、まあいい結果出てるんじゃないかな、今の段階ではね、だからまあこれ打順はまあ多分4番になると思うけどね、ちゃんと固定して1年間ね、できると思うし、まあチームの中では一番いいね数字は残すんじゃないかな。いやだからこれ藤浪切り式で行くのかな、みたいです、はい、まあだからその辺やろね、まあどっちかというと切り式はねブルペンに入れちゃうけどね、俺としたらね、彼に、先発ちょっとやっぱりね
ボールの種類が少ないかなっていうのはあるしね、まあ、この間1ピッチングしたけど、どうだろうね、ちょっと最初からの、ね、まあ、去年との比較でその伊藤をね、去年伊藤が、ね、2桁勝って、やっぱりそのちょっとこうなんていうか緩急がねそんなにないんで、先発でどうかよりもね、今のブルペン見たら1枚ねブルペンに入れといたらそれでも戦力になるのかなっていうのはあるね、やっぱりね。いやもう毎年一緒のこと言ってんだよね、まあ、去年はね開幕大抜擢っていうか、俺も開幕ねもうそれだったら、まあ、いなかったらね藤浪でいいじゃないかっていうのあったけど、そこでちょっとね化けないかなっていうのもあったしね、でも今年はもうね、そういうこと言ってるもうね時期じゃないし、本当、ね、野球生命が終わってしまうようなね、もうそういう年と思うんだよね藤浪にしたら、とにかく、勝つことやね、もう結果だけやね藤浪に関してはね、まあどうこうね何がいいとか何が悪いとかなしに、とにかく自分が投げたゲームねある程度、まあ、5回6回、役割を果たすことだよね、それがローテーションをずっと守っていけると思うし、本当ね2回ね2回ぐらいちょっと不甲斐なピッチングしたらもうこれで終わってしまうようなそういう年だろうね、うん、特に二遊間やね、だからキャンプでね若い選手もね二遊間読んでたけど、結局最終的に誰が残るんかなと思ったら、やっぱり中野のね、その復帰巻きっていうか、そうよね、まあ2人ずつね、糸原と二遊間で2人ずつ置いても、ちょっとその代わりになるようなね、新戦力はちょっとまだしんどいかなっていうのはあるね。だから結局一番の課題はチーム全体としてね、やっぱりつまらない失点が多かったということね、それは守備の乱れからだけど、そういう意味ではね、まだ二遊間がはっきり決まらないというのはもうものすごいその不安材料よね、やっぱりね、いやそれは難しいやろ、女は分からんわね選手も、それは誰も分からないでしょ、どういうふうに入ったらいいかね、まあ選手はね、ゲーム始まったらまあね、自分の成績を上げるというかね、勝つことにそれは集中するんで、まあ、そういうのは関係ないかもわからないけど、ね、やっぱりそういう現実っていうのは頭の中にあるから、やっぱりちょっとね複雑な気持ちはあると思うね、それはまあね選手しかわからないよね、どういう気持ちでねできるのかいうのはね、いやそれはまず新外国人のね力量やろね、去年なんかもう何十年に一回もないようなスタートダッシュをはっきり言って、だから、去年はまあそれはできすぎて思うとかなあかんわね、はっきり言って、だから、俺はブルペン陣の見極めとかね、その俺は本当は固定してほしいんだけどね、固定するような今はメンバーでもないわね、だからで出してその日の調子見てね良かった、それがね何回かあってねこのピッチャーをね勝ちパターンの中継ぎに入れるとかね、それには開幕してからちょっと時間かかるかもわからんね、固定するまで、だから去年のヤクルトとは違うわね開幕、同じ相手ヤクルトだけどね外国人2人いないヤクルトとね外国人2人入る去年優勝でね、やっぱりね、選手の意識も違うと思うし、その辺はちょっと去年みたいなことはいかないかもわからないね、いやいや、これはもう去年からね、一番早い予想でも中立にしたんだけど、まずそのね、監督も変わって、でだからその前にね、森監督とかね、与田監督である程度ピッチャー出身でピッチャー重視でやってたのが、ね、やっぱりピッチャーが良くなったとはっきり言ってね、それは阪神よりもブルペン陣含めた全然力的には中日は上だと思うからね、まあ防御率も去年も中日は上でしょ、
はっきり言って、うん、だから、まあ、あの名古屋球場でやるにはやっぱりピッチャー陣を前面に押し出さないと、うん、ね、やっぱりそのね、70何試合は、ね、本拠地でやるんだから、そういう意味であと、ね、1、2点、ね、点取れればいうね、うん、そういう課題点のはっきりしたチームで、まあ今度は、ね、野手の方にね結構 目がいく、ね、その首脳陣にもなったし、うん、なんとか、ね、こっちはもうゼロからのスタートやからね、はっきり言って打つ方をね、それ新しい、ね、石川とかその若い選手ネオにしても若い選手を使ったりねずっとやってるけど、これは伸びしろの方があるよね、うん、だからある程度目をつぶって使えるよね、うん、去年までも目をつぶらなくしてある程度レギュラークラス出してても打たないんやから、それやったら若い選手目をつぶって出せるよね、うん、はっきり言って、うん、そういう意味ではね、で僕はやっぱ新監督になったんでね、外野に一人ねちょっとこれ打てる外国人多分入れるやろうなと、ね、ビシエド一人でなしにね、そういうのがあったんだけどこれ入れなかったよね、これなんでもう一人外国人でねある程度打てる外野手おったらね結構ね得点能力上がると思ったからね中日優勝としたんだけど結局取らなかったね、うん、まあそれはちょっと誤算だけどね、うん、でもやっぱりピッチャーがね安定してる分やっぱりね、なんていうか名古屋球場を武器にね外国人取らなかった分ね岡林とかなんか足の速いね、うん、なんかこうねこうかき回すような選手もね、うん、多いし、そういう意味ではね名古屋ドームにあったねそういう野球をねして1点でも1点でも去年よりは取れるんじゃないかというのがあるからね、だからまあね、優勝のチャンスはね、うん、どこもあるんだけど、ね、今そんな力の差はないんでね、でもこれは一番手かなと思うね、あそれ全然変わると思う、うん、どのあたりがこう変わる、いやいや、やっぱり打つ方で活発になった方がチームとして躍動感出るもんね、うんうん、やっぱりピッチャーだけでねどしっとした野球してるとなかなかこうね動きがなくなるんで、だからはっきり言ってやりたいことできると思うし、ね、もうね、中日も何十年ね、だから優勝してないでしょ、10年ぐらいね。だから、そういう意味でも、ね、もう思い切った、ね、采配っていうか、ね、動かすことできるっていうかね、うん、それはあると思うね、やっぱりね。優勝じゃない。いやー、ちょっと他のね、うん、巨人もなんか、新外国人が来て、なんかすごいみたいな。まあ、これもね新外国に関しては本当にねシーズン入ってみないと分からない部分があるんで、でもまあね菅野も去年みたいなことはないと思うしね、やっぱりね坂本岡本がねやっぱりあのクリーンアップで2人いてるね、あとはねなんとかなりそうなチームだもんね巨人いうのは、うん、まあはっきり言って広島とうん、僕は巨人は優勝ないかなと思うね、ない、うん、巨人は優勝はないけど3位には食い込んでくるよね、うん、まあこれ2位にしてるけどね、まあこれはもう本当に外国人次第のもあるしね、うん、これは本当大体当たらないもんね予想なんかねもうそう言っとかないと、うん、だから結局シーズン入ってね、ああ外国人がこんな活躍するんだとかね、まあ、去年のヤクルトが典型的なあれよね、もう外国人2人がいてない時と外国人が合流してからでこんだけチームが変わるっていうのもあるしね、うん、だからそういう意味である程度、うん、まあ A クラスぐらいの成績は、うん、いける戦力あるよね、うん、それはうまいことね、まあ、原監督やるんじゃない、 A クラスに入れるようにはね、うん、いや今年やるんじゃないかな、うん、まあ、まあ外国人はどこを守るか分からないけど、まあ、ファーストである程度機能したらね、うん、結構打つ方はね巨人も
あの点は取れると、まあ、東京ドームだしね、うん、そうですね。どうなんでしょうか。ヤクルトで2年連続優勝しないんよ。こうヤクルトの歴史で1回しかないんだよな、野村さんの時にな、うん、これはもう俺はもう野村さんからもう一番印象に残ってるのがあって、うん、ヤクルトはね 1-4 のチームなんよ。野村さんもね、うん、1-4-1-4 しかないんよ。だ変にね A クラス入らないよね、ヤクルトの。これね真中の時もそうでしょ、 B クラスかなんかね、次だから B クラスから優勝するとかね、うん、去年も6位から優勝って。だからね、うん、極端なんよなヤクルトで。だからもう、まあ、よくて、まあ、本当だったらね、うん、B クラスにしたいとこだけど、やっぱ奥川とか高橋とかね、やっぱ若いピッチャーがね、結構去年よりも今年の方がやっぱりちょっとやりそうだっていうのもあるしね、うん、だからまあ A クラスぐらいはね、うん、でやっぱりヤクルトもね、クリーンアップにその山田ね、から村上か、うん、2人おるしね、うん、ある程度こう1年間ねできるような選手おるんで、うん、まあだから A クラスかな、うん、うん、だからでも優勝までは、うん、ヤクルトはしない優勝は今年の場合は、うん、あんまり優勝してもあかんチームやもんね、ヤクルトは、うん、だからまあまた何年間ねか優勝しなくてまたバーンと優勝するチームやろうね、うん、そうなんやけどね、うん、評価下げたんはまた今永が怪我したかっていうのがあって、ここはね、ねその今日のおととしの東にしても怪我が長すぎるよね。で先発である程度2桁勝てるなピッチャーが怪我がして長すぎるんよね。いやいや、もう今の先発陣もあの怪我なしでそれ行くんだったらこれはもう1位か2位するよ、 DeNA はね。打つ方大丈夫だ、うん、やっぱり牧をね4番に据えるとかね、やっぱりね、うん、で、まあ、外を7番とかね、これはやっぱりそういうチーム勝つよね、やっぱりね、打てる、うん、ちゃんとね、やっぱり力のあるもんが4番っていうかね、うん、で、まあ、今年はね、野手の外国人もね、オースティンも開幕からね、うん、これできそうだし、うん、そういう意味で、ピッチャーがその故障が短くて、ね、ある程度ね、こう治ってきたら、これはもう5位だけど、予想は5位だけど、ね、うん、2位とか優勝争いはあると思うね、うん、いや2年迎えるのと一つはね、自分がやってたその、ね、DeNA の OB がコーチでね結構勝ってきたでしょ、うん、そういうのはやっぱりもうちょっとやりやすくなってんじゃない今年の方が、うん、三浦監督にしろね、うん、だからそうよね、うん、まあ打つ方はね、うん、本当心配いらないと思うし、まあね、本拠地が横浜スタジアムだから、ね、ある程度打ち合いはできるチームだし、うん、だから結局やっぱりピッチャー次第よね、うん、だから、うん、ピッチャー、うん、その監督三浦監督がもっとピッチャーはもうね、うん、自分がやるぐらいでやったらいいんじゃないかな、うん、鈴木広島はちょっとやっぱしんどいね、うん、このねオープン戦とかね、この甲子園もね、阪神にあったけど、やっぱりね、鈴木誠也がね、打線を引っ張ってたいうチームだし、それが抜けるのはやっぱりね、うん、ね、この4番据えてるなんか新人でしょ、はい、ね、なんか、聖金、はい、聖金かなんかね、やっぱりちょっとね、見ててもやっぱりしんどいし、ね、まあ、外国人が、ね、広島もそうでしょ、新外国人がまだ来てないかな、なんか、はい、まあ、それを4番に据えるみたいだけど、まあ、その辺でどのぐらい機能するのかなっていうのがあるけど、機能してもやっぱりちょっとしんどいよね、やっぱりね、うん、いやー、それはやっぱり打てないよ、これは、うん、打てないと思って先発も投げたらきついよ、あ、うん、
いや、まあ、ある程度援護があると思ってね、余裕を持って先発したらね、うん、まあ、1点2点取られてもね、ある程度打ち返してくれ、取り返してくれるというね、そういう余裕でね先発したらね、だいぶこう投げ方も変わってくると思うけど、うん、今の打線でどんだけ点取れるかということを考えれば、先発ピッチャーもなんかね、もうね、1点もやれないみたいなね、そういうのになってくると、やっぱりしんどいよね、何も力のあるピッチャーがね、いてるいうてもね。うん、